シクウや、シクウや、チェロキー文字での辞書、そのラテン本字、SSI クエや、1767年頃から1843年は、チェロキーの銀彩駆使で、1821年に、独力で、チェロキー文字を創造した人物。その意図は、チェロキー語での読み書きを可能にすることであった。彼の発明は、文字を持たない民族の一員が、実用性のある、 文字体系を独力で作り出した歴史上唯一の例である。その価値を認めたチェロキー族の間には急速にこの音節文字の使用が広まり、1825年には公式に採用された。彼らの識字率は周囲の白人入植者たちのそれを急速に追い抜いた。現代ではセコイやチェロキー文字、ラテン本字、s e クエや通常の英語式表記、 サッコイヤとも表記される。英語名は、ジョージ・ギスト、ジョージ・ジスト、またはゲス、ゲス。その英雄的な辛抱により、彼の生涯はいくつかの互いに矛盾する情報が、錯綜し、施策的だが信頼しがたいものとなっている。チェロキー族の歴史に詳しい人類学者、ジェームズ・ムーニーは、シクウヤの親類に話を聞き、シクウヤがその若年期をタスキギーの村で母親と、 共に過ごしたと述べている。彼の少年は1760年から76年の範囲にあると推測されている。シクーヤという名前は、チェロキー語で、歌を意味するシーカが由来であるとの説がありである。資料によると、彼は、生まれつきの奇形であったか、もしくは負傷のため障害の残る体となった。彼の母親ワットテイは、平原部族の一員で、 チェロキー族の間ではよく知られる人物だった。ムーニーは彼女がチェロキーのある部族の酋長の命で、その酋長はオールド・タッセルとは兄弟であったと述べている。ジョン・ワッツはジョージ・ワシントン帰下の大陸軍将校、ナサニエル・ギス・トーカレの父だと見なしている。チェロキー族の資料では、四空ヤの父は根結で、そのまた父親が白人だと言われる。 シクーヤははじめサリーウォーターズという女性と結婚し、4人の子供を設けた。その後、宇ウ宙ウという女性と三子をなした。彼にはおそらくさらに3人の妻がいた。チェロキーの間では、一夫多妻は珍しいことではなかった。1809年以前のある時、シクーヤは、チェロキーネーションのウィルズタウン、現アラバマ北東部に移り、銀祭屈指として商売を始めた。 1813年、ジョージ・ゲスは、チェロキー連隊に戦士として所属し、ホース州ベンドの戦いに従軍した。当時のインディアンたちは白人たちの書くことに感銘を受けており、文章を喋る派と呼んだ。銀細工師として、シクウヤは、周辺の白人入植者と交流があり、彼も書くことに感銘を受けた一人だった。しかしシクは、英語を理解しなかったため、 当然ながら白人が何を描いているかも理解できなかったもののその有用性は認め自ら簡単な絵や図柄を描くことで顧客の付けを記録する方法を生み出した。やがてその図柄を点や線の記号へと発展させ帳簿を付けるまでになった。1809年頃、四空屋はゼロ記号を書き表すシステムの創造に取り掛かった。 はじめ彼は、表意文字を思考していた。畑を放棄して、それに一年の時間をかけたため、彼の友人や隣人は、彼が正気を失ったとみなした。妻は、敷屋の初期の成果を、悪い魔法だと信じて燃やしてしまったと言われている。しかしながら表意文字では、数千もの文字を作っても、まだ不十分であり、敷屋はこの方法を諦めざるを得なかった。 表意文字を諦めた敷屋は、チェロキー語には有限語の音素があり、どの単語もそれら音素の組み合わせで構成されていることに気づいた。つまり、表音文字を創作するという方式に、独自の考察でたどり着いたのである。当初は200文字以上を作ってみたものの、その後敷屋は、音素には、ポインとシーンの区別があることに気づき、1ヶ月ほどで86文字から、なる。 文字体系を完成させた。ただし、音素文字ではなく、音節文字となっている。文字を創作するにあたって、20字ほど、白人の小学校教師から譲り受けた、ラテンアルファットの綴り字の教科書から借用し、それ以外の文字もアルファベットを元に創作して、付け加えたため、字のデザインは、アルファベットと告示している。一方で、前述の通り、四空屋が英語を全く返さなかったため、 発音は元のアルファベットとは全く異なるものとなっている。中にはアラビア数字を文字として借用した例もある。チェロキー文字を研究した学者、ジャニーヌ・スキャンカレリは次のように述べている。この音節文字の多くはラテンアルファベット、キリル文字、ギリシア文字、もしくはアラビア数字と似た外観をしているが、音化には全く関連性がない。 この文字を学びたがるものが見つからなかったため、四空屋はこれを自分の娘愛慶イイ、あよかともに教え込んだ。その後、若干のチェロキーが入職していた地方、原アーカンソー州へ旅し、そこの指導者たちに自分の音節文字の有用性を納得させようと試みた。彼らは記号というものを単に記憶を補助する限定的な機能しか持たないと信じており、 四空屋の話を信じなかった。彼は各人に一単語を言わせ、それを書き留め、そして娘を呼んでそれを客順で読ませた。このデモンストレーションで説得された指導者たちは、四空屋が数人、ないしそれ以上の村人に、チェロキー文字を教えることを許可した。文字の伝授には数ヶ月がかかったが、その間に彼が生徒たちを魔術のために利用しているという噂が流れ、 レッスンの完了後、シクウヤは、さらにテストされた。各生徒に口実筆記をさせ、それを読むというテストである。この結果、アーカンソーのチェロキー族は、シクウヤが実用的な初期体系を織り出したと納得した。彼は、アーカンソーのチェロキー指導者の一人の演説を書き留め、封筒に入れ、それを携えて頭部に戻った。それを読み聞かせれば、頭部のチェロキーも、 自分の文字を学ぶようになると彼は確信してお、それ以降、チェロキー文字は急速に広がった。1825年にチェロキーネーションは公式にこの初期体系を採用した。1828年から34年にかけて、四空屋の音節文字を使った新聞、チェロキーフェニックスが刊行された。これは、チェロキーネーション初の新聞であり、英語と、 チェロキー語の文章が併記された。自分の音説文字が1825年に部族によって授業された後、シクウヤはドホでアーカンソー州の新しいチェロキー領地に向かった。そこで彼は鍛冶屋を始めた。彼は自分のところに来る者には誰かれ構わずチェロキー文字を教え続けた。1828年、シクウヤはインディアン巡州の土地に関する協定を 交渉するため、ワシントン DC への長い旅を行った。この旅は、周辺に住む、別の部族の代表者と接触する機会を彼にもたらした。これらの会見で、彼はより汎用的な、チェロキーに限らない全てのインディアン部族が使用できる、音説文字を作り出ことを決意した。それを念頭に置き、シク空屋は、現在のアリゾナ州及び、ニューメキシコ州にあたる地方へ、 そこの部族を調査するために訪れた。さらに、四空屋は分裂したチェロキーネーションを再統合させようと無双していた。1843年から45年の間、彼はメキシコに移ったチェロキーを探す旅の途中で死亡した。彼の埋葬された場所はメキシコとテキサスの国境付近だと考えられている。チェロキーネーションの首長 JB ミディアムはメキシコで、 シクウイアの墓を探す遠征に資金を提供た。チェロキー族と、キチェロキーの学者からなる一体が1939年1月に、テキサス州イーグルパスから出発した。彼らは、メキシココアウイラ州のある泉の近くで墓の跡を見つけたが、それがシクウイアのものであるかどうかは確定することができなかった。シクウイアは、チェロキーの創造の中に崇高な地位を確立した。 民族史学者、ジャック・キル・パトリックは次のように書いている。ク空屋は常に荒れ地にいた。彼はあちこちを歩いた。しかし彼はカルードではなかった。私は彼が何を探していたのだろうかと不思議に思う。彼が1829年から44年の間に住んでいた小屋はオクラホマ州に建っており、1965年に アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。